はい、こんにちは、山城と申します。さあ、郵便いろいろ解説シリーズ回ね、今回から特殊取扱いというシリーズの方に入ってまいります。まあ、今までずっと通常郵便っていうのをやってきたんですけど、まあ、ここからいわゆるオプションっていうところの説明になってきますね。まあ、とりあえず最初なんです、この特殊取扱いっていうのは一体どういうものなのかっていうざっくりと、あと、まあ、どんなのがあるのかなっていう一覧をね、まず1回目でやっておこうと思います。で、2回目以降で、それぞれの項目細かくやっていこうと思っております。よろしくお願いします。で、まあね、まずフリップでバーンと出してありますけど、まあこのフリップにある通りでね、まあ、特殊取扱いっていうのは、まあ、要は、オプションサービスですよということです。ですので、まあ、この後ね、いろいろと、皆さんも、まあ、聞いたことがあるよっていうようなね、サービスの名前が出てくると思いますけど、これらはね、今から紹介するやつっていうのは、すべて基本料金っていうのは全て払っておる前提で、そこからオプションでこの料金つけると、いろんな付加価値が受けられますよというものになっておりますよということですね。まあ簡単に説明をね、まあここにも書きましたけども、ちょっとわかりやすく言うとこんな感じでね、まあ通常郵便っていうのがいわゆる JR ね、言うならば、電車で言うならばね、運賃、切符と、普通切符ね、とかね、まあ、イコカでピッて払う場合が最近は増えましたけどね、うん、まあ、こんな感じでピピって通してね、乗る普通の料金ですよね。これです。これが普通料金で、これに対して特急とかに乗ったりね、新幹線に乗ったりしようと思ったら、特急券とかね、がいるようになってきますし、これ、特急券だけで乗ったらダメですね。近鉄もそうですよね。大阪に行くのにね、運賃分で1500円ぐらいかな、今1500円ぐらいで、片道行きますけど、特急券をプラス2000円買えば、特急に乗ることができてね、行けますよというふうになってます。まあ、近鉄の場合は指定席と特急券というのがペアになってますんでね、必ずペアになってるんで、ちょっとここの、ところは JR とちょっと違うところですけど、まあ、今回郵便の話なんで、この辺りは詳しくはしません。で、特殊取扱いというのは、まあ、そんな感じで、まあ、ものによってですね、近鉄だと分かりにくくて JR の方が分かりやすくて、で特急券、まあ、速達なんかが特急券だと思うんですけど、早く行く券があったり、あとは、まあ指定席に当たるような、ね、例えば特定記録とかね、いや記録をつけて、あなたのこれね、あの場所確実にここにありますよって分かるようにするね、まあ言うなら指定席券ね、みたいなやつとかがあったりするわけです。で、いうような感じですので、基本的にはこれだけでは送れませんよということですね。特急券だけではね、移動できないじゃないですか。その特急に乗る権利を得るっていうんですけど、その間にかかる運賃というのは別途運賃で払わないといけません。まあ実際には切符がね、一緒の切符になって売ってますよね。あ、でもそうか、 JR は分かれますよね。マルスで買うと2枚出てきますよね、運賃で。この前も鶴ヶじゃない舞鶴行った時なんかそうでしたよね、四日市から舞鶴までの切符っていうのが出てきて、で、別で特急券ね、指定席で行ったんですけど、その時は、特急鶴ヶだったかな、ね、乗って行きましたけど、の時はね、こうと、切符が別で出てきて、特急券は別ですよね、あそこ。そうで、乗る特急によって途中まで望みで行って、望みから特急の、鶴ヶやったか、舞鶴やったかな、舞鶴号だったかに乗り換えるというふうになってたんで、それぞれの切符が出たりしてましたね。まあ、一応この日はときます、こんな感じでね、そう、うん、出てましたよということですね。まあそういうようなやり方ですよね。で、同じように、郵便の場合もそういう風になります。まあ、郵便もね、さっき言っとったように、郵便の場合はもうまとめてね、同じ容器でね、切手が貼られるんで、なかなかね、そういう感覚分けにくいですけど、料金計算するときは、この方式っていうのをしっかり頭に入れておくと、非常に、計算がなんか複雑やなっていうものが分かりやすくなると思います。はい、ということですね。で、まあ、種類としては、この、2枚目のフリップね、これね、こういうふうに載ってますけど、基本的にはこういう感じ。速達、特定記録、配達日指定、で、あと書き留め。書き留めもね、いろんな種類がありましてね。一般書き留め、現金書き留め、会員書き留め、それに、ここからはね、聞いたことあるのは、配達証明とかあんまり聞かないかな。内容証明っていうのは結構聞いたことあるじゃないですか。裁判ものとかでね、なんか訴えるぞって時に内容証明送ってとかっていうね、いうのを、まあ話しか聞いたことありますと思います。これなんかもあるんです。これのあたりはね、ちょっとまた特殊なね、意味合いがありますので、これはこれでまたちょっと説明していきますね。あとは、まあ特別争奪、本人限定と、代金引き換えと、あと
と配達時間帯指定郵便っていうのがねあったりするんですけどね、まあ、このあたりも、それぞれの項目で、ね、詳しく、やっていこうと思っておりますので、ぜひねこの後のね、動画の方もよろしくお願いいたします。とりあえずこの動画はこれぐらいで締めさせていただきますね。ご視聴ありがとうございました。